こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。あれ、始まった。はい。今日、俺早いですね。もう。もうカメラマン酔っ払ってるから。さっきゲート2回入っていい。野球界だとボッコボコだから。さて、はい。今日は何ですか。本日、こちら実況パワフルプロ野球2018とうとうやってまいりました。あれ意味が分かってない。はい。これはどうするの。これはあったじゃないですか、前。ゆたかさんが趣味でゲームが好きだそうそういう話あって、結構このパワープロやってくださいみたいな声があったんですよ。なるほど。はい。なんでもこれはもうやろうじゃないかと。野球好きには鉄板だよ。もうこれはもう。鉄板ですよ。でも遠ざかってんな、俺は。結構ブランクあります。ああ、結構ある。VR とかでやれるようなやつらしい。なんで VR って。こうなんかつけて立体的な。あれ VR っていう。はい。あれ、そうなんですよ。まあどういうゲームなのかな。はい。やってみたいと思います。お願いします。はい。はい。これこれこれはよく聞いたことある。いや、これはやったことあるよ、俺も。ずいぶん変わってんな。ようこそいらっしゃいませ。それでは、まずお前、この人の名前は聞けなかった。あ、すみません。どうしますか。高木豊チャンネルなんで。まあ、豊かだ。豊かでいきますか。漢字一文字でいいですか。ひらがなが。おお、すげえ。これこれちょっと忠実にいきましょう。確かにね。こんなちっちゃな目じゃないだろ。ちなみになんかお任せ一回押してみます。これで。これな、豊かを想像してこれにした。いや、わかんない。そうじゃないですか。一応お任せなんで。色白だからな。そうっすね。髪の毛の形、現役時代はこんな感じだったかな。ああ、まだ結構種類あります。もうちょい、もうちょいましょう。これなんだろうね、これ。これ、キャッチャーミットをかぶったじゃないですか。これじゃない。これ今だ。これ笑いすぎじゃない。今、井上さんの。なんかこう、押し、押そうとしてるだろ。いや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 。まあ、こいつだね。これでいきますか。で、色。はい、色。色は黒髪でしょ。ね。はい。こんなもんあるんすよ。すごっ。現役時代の形。いや、現役時代も前は変わってない。あ、もうこれじゃないですか。そんなに一つはっきりしてない。あ、これいいんじゃないですか。あー、55。いいっすね。色は黒じゃんけ。黒でしたっけ。黒じゃねえ。1、あ、1もあんの。すげえ、これ。俺はあんまり高くないでしょ。あ、そうっすね。よし、こんなもんで。大きさ、あー、眉の。あ、それでしょ。繋がってるから。大きさは、お前、普通でいいじゃん。タイプ。あー、なるほど、なるほど。俺は、あれ、最初です。高さん、垂れ目かな。垂れ目。あ、これ。いやいや。でもこういう顔しますよね。いやいや、たまにでしょ。普通はどうなんだよ。飲んだ後なんで普通のことなんだよ。いろいろ選べるって。この後なんかいろいろ変わると思います。普通でいきます。まあ普通はでもそうだね。普通は普通。あ、でもこうっすね。あ、ちょっと待って、3にして。3ぐらいだね。まだ結構ありますね。あ、倍があるじゃん。ああ、下もあります。いっぱいいろいろ。お前でも16、1回16。お前早すぎる。ああ、透けてそうだな。これ夜の夜飲んだ時涙目になってる。あやろう。これっすか。いや、これちょ、これ今こう涙が出てるよ。ああ、確かに。いや、これはピンと張ってたから。ああ、やっぱ現役に合わせたいっすね。やっぱりこれとか結構ああ、いいんじゃない。これできますか。1。あのね、目の寄ってるやつって、はい、この三角形の視線が小さくなる。大きい方がミート率がいいらしい。おお、話した方がいいですか。まあ、こんなもんでいいよ。こんなもんであんまり話しない。大きさ。じゃあもうちょっと大きい。じゃあもうちょっと話をする。大きくするんだったら。大きくして話すか、これか、どっちかする。ああ、いい。ああ、いいですね。あ、でも。あ、いいっすね、いいっすね。ヒゲ、ヒゲは。ヒゲいらない。あ、こんなのもあります。あれはさ、じゃないですか。ちなみに、豊さん、あの、ブラックカメラ。確かに。そう。さすがにないか。仮面は。これは42。ああ。これ何の意味があるんですか。わかんないっす。それだ。ああ。で、体型が。痩せない。装飾品とかあります。これはあるんじゃないですか、マジブラック豊は。わかんないか、その奇跡起きねえか。俺はね、大体つけなかったから。あ、じゃあいいんじゃない。じゃあもうこれでいきますか。なあ、人気でそうじゃん。いきます。それでいろいろできるようになる。どうしましょうか。ピッチャーで。ピッチャーで作りますか。いやいや、野球の花形はちっちゃいな。いやー、まあそうですね。じゃピッチャーで作りますか。作りましょう。始める。6年のね、こっちだ。え、こっち高木優太じゃないですか。リアルだよ。リアルに。リアルに。こっちって言われてる。こっちって学生の時とかね。こっちでじゃあ行きますね。じゃあ俺は普通に高木。あ、
るほど、なるほど。右投げ、左打ち。で、投手でいいですか。はい。あー、いいっすね、いいっすね。あー、なるほど、なるほど。オーバースローにも種類があるめっちゃ種類ありますよ。オーバースローの3でいいや、じゃん。投げやりになってんじゃないですか。スリアじゃなくていいですか。いやいや、最初はちょっと落ちてるっていうことでしょ。はい。そうだ。ちょ、なんか4日なので肘壊しそうだ。なるほど。はい、ということで、はい、はい、ちょっと長かったな。長いっすね。最初は感じですから。まあ最初は感じですね。確かに俺が作られるわけだ。いや、そうですよ、本当に。そうですよ。次回からこう、ちょっとやっていくぞ。そうですね、腰入れていきましょう。まあ、負けんいいリッチャーにしましょう。はい、はい、そうしましょう。まあ、ということで、はい、こうご期待ということで、はい、お願いします。またでした。よろしく。